はい、どうも、コミです。さて、今日はですね、カンクラから動画をお届けしてまいります。シクスナイン2号店さんとのプレゼンですね。で、この中でね、いくつか、面白いリップがあったんですけども、まあ、今日、特に注目したいなっていうふうに思ってるのは、めちゃくちゃシンプルな編成ってやつですね。カンクラ側から2本で、2号店さんから1本っていう感じで今日回していこうと思ってるんですけども、ちょっとね、撮りたい動画に、その絡むアタックの本数の違いで、ちょっとね、偏りがあるところはご容赦ください。で、まあ、まずは見てもらいましょう。トミーさんですね。ちょっとね、最近バルキリーが振るわなくて苦戦してたんですけど、最近この編成を多分見つけて、だいぶね、勢いに乗ってます。で、何かっていうと、めちゃくちゃシンプルだし、前あったような編成なんですよね。ボーラーとタイタンの合わせ技なんですけど、数が違うんですよ、これ。ボーラータイタンがなんか、風打った。ボーラータイタンが3、4なんですよね。これ分かりますかね。めちゃくちゃ数が多くて、で、あとネクロマンサー、でもアイスゴーレム無理けど、もうほとんどユニットの数が知れてますね。種類が知れてますよね。スマッシュって大体、そのベビドラが入ったりとか、あとイエティが入るとか、いろんなユニットがこう、いっぱい入ってきて、結構手持ちが多くなる傾向が多いと思うんですね。こう、ストライカーも入ってくるとか。でもそういうのが一切ないんですよ。なんで、まあ、何が言いたいかっていうと、めちゃくちゃ多分これ使いやすいと思います。かなり使いやすい。で、まあ、その分ね、いろんなその配置に合わせてっていうのは、もしかしたら多少ね、難しさがあるかもしれないんですけども、手順が多くてね、このスマッシュっていう戦術結構やりにくいよっていう、ボーラーラッシュとかね、タイタンアタックみたいなやつやりにくいよって思ってる方は、結構ね、参考になるんじゃないかと思います。で、今これグランドボーデンが今、トーム使っちゃったの分かりますかね、これ。フォーム使っちゃったんですけど、それでもいけちゃうんですね。で、ユニットの残り方をちょっと見ててください。尋常じゃないんで。めちゃくちゃ残るんですよ、これ。で、まずね、シューターでこのタウンホールを狙っていってます。で、1回インビジブルタワーが発動したんですけども、たまたまこっちにあったね、アシャトの方にシューターが竹取ってくれて、タウンホールのね、攻撃範囲には入らずに済みましたね。これはちょっと、多分、狙ってはない、じゃないかな、多分。良かったっていう感じだと、まあ、多分思います。これ狙ってたら相当すごいね。はい。で、ここからタイタンが前衛に行きながら、後衛をボーラーが、担うっていう感じですね。で、タイタンとボーラーにジャンプ2枚当てていって、一気に中央突破していきます。これですね。で、ヒーラーがやっぱりボーラーについていったんですよ、今回ね。だけど、前衛にいるタイタンが相当、やっぱりタフなんですよね。で、このタフさに救われて、後ろのボーラー、トームとか全然かかってないんですけど、まだ4体生き残ってるんですよ、このタイミングで。これすごくないですか？まあ、ロイちゃんがね、やっぱこの、どうしても上の方でやられてしまったのは、持たなかったかなっていう気はしますけど、とはいえ、まだクイーンがユニコーン連れて残っている。上にボーラーが3体、ヒーラーが今やっとこう、ね、ほんとダウンしましたけど、こんだけ残ってるっていうのはもう相当、なんていうのかな、パワフルですよね。はい。っていう感じで、やっぱり中途半端にそのタイタンとかボーラーを混ぜるっていうんではなくても、ここにユニットの枠数、全振りするっていう感じですね。はい。この全振りの仕方が、まあ、トンミーさんらしいなというか、まあ、昔からこの方ね、主力ユニットバルキリーとか、あとまあ、その時はボーラーとかに、まあ、スパーウィズがそうだったかな。バルキリースパーウィズかな。ユニットにもうだいぶ、枠を全振りしてたんですけど、まあ、今回のこのアタックもね、もう相当、全振りに近いですよね。で、ちょっと比較として一本見てほしいのがこれですね。どれだ？これか。はい。のび太さんが、たまこさんが攻めてるアタック。で、これちょっとですね、施設がね、ちゃんと立ってないっていうかね、呪文タワーとね、モノリスがないんですよね。これはちょっとよろしくないですね。はい。まあ、よろしくないんですけど、この配置結構強いんですよ。だから多分ここもう少しね、なんだろう、呪文タワーとかモノリス配置して強化すれば、多分めちゃくちゃ硬くなるんじゃないかって個人的には期待してるんですけど。で、見てほしいのは今回、ユニットがね、こんな感じなんですね。ボーラーさんのアイゴレ2なんですよ。まあ、さっきと比べて、相当ね、主力にかける枠数、あとまあスパイズもいるかな。はい。
っていう感じで、タイタンがいないんですよね。タイタンがいない状態でどんな風に持っていけるのかっていう話なんですけど、キング今回真ん中に入れていきますね。入れていって後ろから、ボーラー、あとスパビズでアイスゴーレムという感じでガンガン押していきます。で、ここからレイジかけて一気にボーラー加速させていって、ジャンプを1枚目、2枚目っていう風に、こういう風にね、やっぱりこれ2枚左右、ごめんなさい。2枚左右ですね。こういう風に2枚積んでます。で、このまま一気に真ん中突っ込ましていくという格好なんですけども、あ、3枚採用がもう1枚ここのところにかけるんだね。相当のび太さん、これジャンプ多めにしたな。まあでもちゃんとね、これでユニットが中に入っていってくれて、今多分これレイジとジャンプ出し間違えたかなちょっとなんか、これ多分レイジだったんじゃないかな、狙いは。違うかな。はい。まあでもいずれにしてもね、ここからトームがかかっていって、で、多分アーチャースピンが多分このまま行ってくれるかな。そうですね。タンホール叩きますね。はい。で、この後は、ロイちゃんがぐるっと回ってて全開という感じになるんですけども、見てもらってわかる通り、やっぱりこの1点でも、まあ、タンホールのダメージ結構食らったのもありますけど、もともといた、ユニットってもうスーパーボーラー1体になってるんですね。こういう風になってしまうんですよ。やっぱりこういう感じで、押し切れないっていうかね、勢いで押し切れないんですね、タイタンがいないと。やっぱ縦役が必要になってくるんで。で、昔スーパーボーラーが、ものすごい流行ったタンホール14の頃も、ペッカとスーパーボーラーを混ぜるっていうパターンがね、だいぶ一世を風靡したと思うんですけど、まあそのパターンの今回やっぱりタイタン版ですよね。まあまあ、タイタンが出た瞬間にやっぱりそういうタイタンボーラーっていう編成は、すごく流行ったと思うんですけど、まあ、今はまあボーラーに置き換わってる感がありますよね。あんまりタイタンボーラーって見ないんですけど、やるんだったらもしかするとね、こういう風に、タイタンとボーラーにユニットを全振りしちゃうっていうのが、もう相当パワフルで強いのかもしれないですね。で、もう一本、今ののび太さんに対するアタックですね、トンミーさんの。これも見ていきましょう。これラストです、今日の。で、呪文はジャンプ1枚のレイジ5発ですね。どんな風に攻めていくのかっていうと、今度裏からいきます。やっぱタンホールでシューターが狙え、タンホールが、まあ、シューターで狙えるんだったら、タンシューターやるんですけど、狙えない場合は、もう裏から行くしかないですよね。で、今回の攻め方は割と、その、ライトニングを使うようなアタックではないんですね。あれって、タイタンラッシュをする場合には、ライトニングを使ってこう、なんていうのかな、タイタンの通り道ってのを限定していってあげないと、タイタンが思うように奥へ進まないんですね。こう割れちゃって。でも、スーパーボーラーの場合って、バウンドダメージで奥の施設をこう壊してくれるから、割と直線的に進行しやすいっていう面がありますよね。おそらくそういうところを期待しての、このスーパーボーラーに対してのレイジガン積みだと思うんですけども、はい、こんな感じですね。少し最初広めにユニットを出して、で、全部壁の中に入るようにこう誘導していきます。こっちにこう流れちゃうとね、まずいので、タイタンをこっからとこっから両方から出して、で、こういう風に入れていくっていう感じですね。で、スーパーボールブレーカーを使ってさらに壁を上げていきます。シューターはこっちのね、右方向をどんどん削っていってくれる。で、ロイヤルジャンピングももう早めに出しますね。で、スーパーボーラーこれ逸れていってしまっているんですけども、一体だけ真ん中にいますね。で、こいつが頑張ってくれますね。もうちょっと頑張れ。いけ、お前。えい、やられた。はい。で、タイタンとキングでタンホールを取るという感じですね。これね、こういう風になんか、むちゃくちゃになってしまっても、やっぱり真ん中に、アーチャークイーンが入ると結構強いっていうのと、で、これね、面白いなと思うのが、タイタン反らしちゃってるじゃないですか。反らしちゃってるのって、キングをこっちに流さないからなんですね。本来、セオリーはキングを外側に流すんですけど、このトミーさんのアタックって、真ん中に一気に全部ニットをバーって突っ込ませるんですよね。で、そっから、多少割れちゃうのは構わないっていう感じなんですよ。細かいことあんまやらずに、真ん中でこうジャンプバーンって打って、で、そこのジャンプに乗ったアーチャークイーンとかが未だにこうね、仕事をしてくれてるじゃないですか、こう真ん中で、アーチャーとクイーンがヒーラー引き連れて。っていうような感じを作るし、で、まだスーパーボーラーここにいるのっていう感じ。まあ、これ多分外側のこの、あれかな。援軍から出てきたスーパーボーラーなのかな。じゃなかったら、さすがに今いないよね、ここにはね。と思うんだけど、違うかな。違ったら相当長生きだな。とまあ、いう具合でですね、あんまりそのいろんなユニットを細かく使わずに、この感じですね、この感じ。スーパーボーラー4の、タイタン3でアイスゴーレム1体っていう感じの、ヒーラー4体編成のね、スマッシュ。これがね、なんかシンプルでなかなか強いと思うっていうのが、今日お伝えしたかったポイントです。どうやらいなかったですね、これスーパーボーラーね。
はい、なんでこいつ生き残ってましたね。この真ん中に入ってこう逸れたやつが、すごい生命力ですね。やっぱまあタイタンが盾になってくれてるっていうのが大きいんでしょうけどね。はい、なので、スマッシュ結構手順が多くてもう難しいよ、もうやること多すぎだよっていう方、本当に今タイタン強いんですけど、手順どうしても多くなっちゃうで、ボーラーだけでもやっぱり手順が多くなっちゃうんですね。そこをこの2つのユニットをガンガン積むことによって、中央から一気に周りをブワッとね、こう破壊していく、こんな感じですよね。こう真ん中に入っていって、こっからブワッとこう破壊していく、こんな感じのタイプの攻め方になってるんですけども、まあ、これね、手順とユニット使う数が相当限定されていて、シンプルな編成になってますんで、もしね、今のボーラーとかタイタン、まあ、強いのは分かってんだけどうまく使えないよっていう方がいたら、ぜひこれ試してみてもらえたらというふうに思います。ということでですね、今日はカンクラとね、シクフスナイン2号店さんのフレセンの中からスマッシュの中でも特に、タイタンボーラーというところにね、スポット当ててお届けしてまいりました。どうだったでしょうか。参考になったなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では今日も最後までご視聴どうもありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。